第20回日本コネクション日本オンラインアワードに、選んでいただきまして本当に誠にありがとうございます。愛知国天国監督の土屋徳勝と申します。メールをいただいた時、震えが止まらなくなるメールってメールっていうのが世の中にあるんだなっていう感じが本当にしました。本当にびっくりしました。ありがとうございます。この映画は僕の大学時代の、後輩山ちゃんが僕の葬儀撮ってくれと、言い残してそのまま行ってしまったので、なんとか同じようにですね、苦しんでるそこで戦っている労働者と一緒に映画を作りたいなと思って、誰を撮ろうかなと思っていた時に現れたのが西村さんでした。ですからこの二人が現れなかったら、僕と一緒につながることがなかったら、この映画は誕生することはありませんでした。まさにコネクションが大事なわけですよね。そこ で今回はオンライン映画祭だったということで、この賞も多分初めての賞だと思うんですけども、その初めての賞を、私の、映画愛情天国が受賞できたことが、すごく象徴的なような感じもします。励みになります。次回作の字幕をつけていただく、英語字幕をつけていただくというだけでも次を作るモチベーションが本当に上がりました。しくしく泣いていた日々が嘘かのようです。本当にありがとうございます。今日は実は僕の地元の舞鶴の海で撮っております。本当にありがとうございました。